さんおはようございます。今日はですね、2017年の竿納めの日ですね。12月25日、城ヶ島です。今日来てるのは、今日もあの仲間と2人で来てるんですけども、釜島の裏ですね。結構、城ヶ島では僕はよく来るところなんですけど、今日もひな壇方面は釣り人入ってますね。ちょっとうねりがあるんでね、ちょっと危ないかなとは思うんですけど、気をつけてやってください。ね、すごいですよね。どうですかね、ひな壇のこともダメでしょう、全然ね。今は絶対にあそこはダメです。様子見ますね。あ、来た。来ました。やっと来たメジナ。このサイズですけどメジナです。これはちょっとね、移住しましょうね。はい、ありがとう、さよなら。よし、じゃあここからちょっと頑張ってやってみましょう。やっぱり棚は深いですよね。見広ぐらいの棚ですからね、食ってるのが。3B の浮きなんですけど、打ってるガンダムは B と1号なので、やっぱ若干その浮力は残してあるんですよね。もう本当にこうギリギリの状態でいくと、もうあちこちでどんどん沈んでいくんでですね、しっかり当たりを捉えるために浮力はもうあえて残してあります。当たったね。当たりなんだけどな。当たったでしょ。そこからどうだ。入ったか。よし、乗った。おっしゃ、乗りました。うーら、これは結構型ありますよ多分ね。それなりに型がありそうですね。メジャーだと思うんですよ。よし来い。よし、これメジャーでしょ。前に目があるんで、ちょっとここは慎重にですね。お、メジナ。メジナ。お、サイズアップしました。いい方です。よいしょ。30ぐらいある。30あるでしょ、これは。よいしょ。あ、30ありますね。30は超えました。よかった。よかったぜ。よし。おお、35はありますね。あ、どうだ。入ったか、ちょうどか。37センチありますね。37センチです。どこ OK かな。このタイドプールでいいか。大丈夫か、ここで。タイドプールで生きてられるかな。はい、今ですね、あのハリスの号数を上げました。ハリスをですね、1.7 号から2号に上げました。こんだけうさく海がざわざわしてれば、多分ハリスの太さってあまり関係ないと思うので、そう、ね、竿納めですから、2017年の最後の釣りなので、両肩かけたらしっかり取りたいですね。際でかかってしまった。あ、抜けた。抜けたよ。あ、針外れですね。今のうちに釣らないと、夜はもしかすると釣りができないかもしれませんからね。
当たったかな。よし、乗りました。これはそうでもないですけどね。ネジなんですよ。やっぱりサイズがいろいろ、いろんなサイズ。飲んだか、飲んでるか。なんか来たよ。来た、なんか釣れた。あ、アジが釣れた。アジだった。ちょびちょびしてるのはアジだ。持って帰ろうぜアジ。